引き出しの中からあの人の写真みんな捨ててしまったはずなのに、それはもう黄ばんでしまっていて、泣き顔か笑い顔かわからない、あの人の思い出にピリオドを打って明日嫁ぎます。もうすぐ88や、もうすぐ暖かくなる、もうすぐ88や、もうすぐ幸せになる。こんな夜にあの人の電話、遠くで懐かしさが話しかける。本当はあの人に手を引かれ一緒の人生を歩きたかった。昨日までのあの人を忘れられないのは私の弱さでしょう。もうすぐ88や、もうすぐ暖かくなる、もうすぐ88や、もうすぐ幸せになる。写真が黄ばむようにあの人のことも色あせてゆくかしら。もうすぐ88や、もうすぐ暖かくなる、もうすぐ88や、もうすぐ幸せになる。